皆さんこんにちは。オープン AI 社の AI チャット、チャット GPT は、2022年11月にリリースされ、公開から2ヶ月後の2023年1月には、月間1億人のアクティブユーザーを記録し、その後、超強化版といえる GPT-4 も公開され、小さなアップデートを繰り返し、日々進化しています。チャット GPT は無料で利用できることもあり、日本でも大きなブームとなっていますが、いち早く使いこなしている経営者や有名人は、一体どんな使い方をしているのでしょうか。今回の動画では、ホリエモンこと堀江貴文さんと荒木健次郎さんの共著、堀江貴文のチャット GPT 大全を参考文献として、普段の仕事の作業効率を格段に上げる、ホリエモン流のチャット GPT 利用法について解説します。この動画を見れば、経営者やプログラマー、医師、政治家など、職種ごとのチャット GPT の活用法がわかりますので、ぜひ最後までご視聴ください。なお、動画の目次ですが、第1章、ホリエモン流チャット GPT の利用法、第2章、職種別チャット GPT 活用術、第3章、先駆者のチャット GPT テクニックの3章構成で進行いたします。それではよろしくお願いします。本書の前半では、ホリエモンこと堀江貴文さんのチャット GPT の活用法が収録されています。この章では、リリース時からチャット GPT をヘビーに使いこなしている堀江さんのチャット GPT 活用法を紹介します。チャット GPT は、人間が行うと時間のかかる事務作業や資料作成、初級プログラミングのようなタスクを数分で終わらせることができますが、堀江さんは、チャット GPT の登場によって、AI が人間の仕事を奪うのではないかと心配している人が多くなっていることに関しては、AI は仕事を奪うのではなく、私たちがより重要な仕事に集中するために時間を与えてくれるツールとみなしており、挨拶文やスピーチなどの文章生成など、AI が得意としているようなことは、すべてチャット GPT に考えてもらうのがベストだとしています。実際に堀江さんは、本の帯のコメントを頼まれた際にも、チャット GPT に考えてもらっているといい、自身の書いているノートの有料コンテンツで内容が薄いというクレームがあった際にも、チャット GPT に文章の量を増やすようにお願いするなど、仕事にも積極的にチャット GPT を利用しているようです。堀江さんは本書で、AI は全知全能の神であると表現していますが、例えば、陸上短距離選手のウサイン・ボルト氏は、車や飛行機よりも走るのが遅いですが、彼の走る姿が価値を持たないわけではないように、AI と人間が競い合って AI がうまくできる領域があったとしても、それが人間の存在意義を奪うことはなく、AI が得意な領域は AI に任せ、人間は感情や想像力や直感といった AI にない魅力や特性を生かせる領域で頑張るべきであり、全知全能の神である AI の力を利用して、自分だけの人生を楽しく生きることが、これからの時代の重要なテーマになるとしています。世の中の変化は、私たちが思っているよりも実際にはゆっくりと進んでいるもので、例えば、iPhone が2007年に登場してから、一般に普及するのに5年くらいかかったように、チャット GPT についても、日本でのアカウント数は600万程度であり、今はまだ一部のアーリーアダプターだけしか使っていないチャット GPT も、社会に大きなインパクトを与えるまで普及するのに時間がかかります。AI の時代が5年後に来るのか10年後に来るのか分かりませんが、堀江さんは、私たちが自身の利益を最大化する生き方を模索するのであれば、可能な限り早くその変化に適応し新たな波に乗るべきだと語っています。堀江さんは、チャット GPT の登場によって、いずれ、ホワイトカラーの仕事の9割がなくなると予測しています。ただ、これを悲観的に捉える必要はなく、
単純作業やルーチンワークを AI に任せて、人はよりクリエイティブな仕事や高度な意思決定に時間を割くことができるようになるとしています。最後に堀江さんはチャット GPT で1000万円を稼ぐビジネスと題し、チャット GPT を使ってできる一つのビジネスモデルとして、クラウドワークスなどのプラットフォームで仕事を受注して、自分でチャット GPT などの AI を使って納品する仕事を紹介しています。例えば YouTube の文字起こしを5000円で受けたとして、昔は手作業で何時間もかかっていた仕事も AI に頼めば20分程度でできてしまうなど、 AI を使うといろいろと時短できてしまいます。誰も HTML を書けなかったようなインターネット黎明期にはホームページを作るだけで大金をもらえた時代もありますが、チャット GPT などの AI が脚光を浴びてきた今、インターネット黎明期と同じような熱狂が来ているわけです。本書では経営者、医師、政治家、プログラマーまで様々な職業の方のチャット GPT 活用法が収録されています。この章では、1. プログラマー、 2. 医師、 3. 政治家の3つの職業の方がどのようにチャット GPT を使いこなしているのかについて紹介します。 1. のプログラマーですが、本書では現役の Python エンジニアの方がチャット GPT の活用法を紹介しており、それによると、これまでプログラミングコードを書く際に Google で検索していたものが、チャット GPT であればあのライブラリを使ってこんな処理を作ってといった感じでテキストで指示するだけで短時間で簡単なコードを書き上げてくれるということで、コードはチャット GPT に書いてもらうようになったということです。さらに自分が書いたコードでエラーが出た際にチャット GPT にエラーメッセージを貼ると、どこがミスしているのかを教えてくれたりするので、コードのミスチェックにも利用できるようになり、チャット GPT は手放せないツールとなっているようです。またチャット GPT はプログラミング言語を学ぶ初心者に最適なツールだとも語られています。プログラミングの初心者が最も脱落しやすいポイントは、 Python などのプログラミング言語の開発環境やライブラリをパソコンにインストールする際のエラーらしいのですが、チャット GPT はインストール時のエラーコードを貼り付けると問題箇所と解決策を教えてくれるので脱落しにくくなります。そういうわけでチャット GPT はプログラミングの初心者から現役のエンジニアまで幅広く活用できるツールであると言えます。 2. の医師ですが、本書では医師で医療 AI ベンチャーの起業家の方による医療業界でのチャット GPT の活用法が紹介されています。チャット GPT の有料版で利用できる GPT-4 はアメリカの医師国家試験でも日本の医師国家試験でも合格レベルの実力があると報告されているように、 GPT-4 の登場でチャット GPT は医師の世界でも注目を浴びており、将来的には診断や治療方針を考えることは人間よりも AI の方が得意になっていくのではないかと考えられます。またメディという会社はチャット GPT と連携した診断のガイドラインサービスを行っており、北斗という医師向けの臨床支援アプリでは患者への説明文の生成 AI や最新論文の検索 AI などが実装されているようで、医療用のチャット GPT 利用については日本国内でも少しずつ進んでいるようです。さらにアメリカの研究では、医師の説明よりもチャット GPT の説明の方が患者から共感される可能性があるという研究結果もあったりと、将来的にチャット GPT が音声でも使われていくと考えると、医師から患者への一般的な説明もチャット GPT のような AI が担当していくのではないかと予測されていました。3の政治家ですが、本書では現役の政治家の方のチャット GPT 活用法が紹介されています。それによるとチャット GPT は
国会で話したい内容をまとめる際や過去の国会の答弁を集める作業に使え、さらにこういう答弁を踏まえてやりたいので官僚が書くような文章として出力してくださいと質問すると、パッと答えが出てきて、あとはそれを下書きにしてそこから修正するだけなので非常に使い勝手がいいようです。また例えば会議で提出される難しい言葉で書いてある冊子や書類は読んでいる時間も体力ももったいないので、チャット GPT が使えるタブレットを全議員に配って、それらをチャット GPT に読ませ、何が書いてあるか要約してもらうなどの活用法が提案されていました。デジタルの部分はチャット GPT などの AI が担当し、優秀な官僚たちの頭脳はアナログな部分に時間を使うといったことを実現するのが理想のようです。この章では本書で紹介されている AI 先駆者のチャット GPT の利用テクニックについて、1. やりたくないことを任せる、 2. 人間が初めて手に入れた他者、 3. チャット GPT はドラえもんの3点で解説します。 1. のやりたくないことを任せるですが、本書でチャット GPT を使っている人の多くが文章生成に利用していて、取引先とのやり取りの文面を考えてもらったり、推薦文を書いてくださいといった依頼があった際の下書きに使ったり、議事録の要約などに使っているようで、対人間ではないので気を使うことなく気軽に何度も修正を依頼できるのが大きいようです。また将来チャットを通じて様々なものを操作できる時代が来ると考えられるので、チャット GPT のようなモデルに会社での過去のチャットデータを読み込ませて、その会社独自にファインチューニングすることで高度なパーソナル検索エンジンのようなものを作れる可能性も見えてきます。チャット GPT などの AI の登場により、書類の作成やスケジュール作成などの定型的なことなど、人間がやりたくないことは全部 AI やロボットがやってくれる時代が来るので、今後は会社に行って給料をもらって仕事をするという概念も変わってくるかもしれません。 2. の人間が初めて手に入れた他者ですが、チャット GPT は答えが明確ではなく、みんなと議論するような話に向いています。特定の意見には必ず反対意見を持つ人も存在するので、反対側の意見を自分で知るという壁打ちにも使えます。何よりチャット GPT は絶対に嫌な顔をしないので、感情のある人と違って無限に対話できるのが大きいです。また今の時代、例えば上司が部下に対して反対意見を言うと、すぐにパワハラだなんだと言われる時代なので、いわゆるマジレス的な忌憚のない意見をもらえる機会が少なくなっています。ただチャット GPT は世の中にある8割か9割くらいのいい意見でちゃんと反対してくれるので、今の時代的にも貴重な存在と言えます。さらにキャラクター AI のような対話できるチャットボットが世界で人気なように、人間は向こう側にいるのが生身の人間じゃないことがわかると、かえって正直な相談ができてしまう傾向があるので、チャット GPT はメンタル系やコンプレックス系など人に言いにくい相談をするのに非常に向いていると言えます。これまでのコンピューターは人間が指示を出し、コンピューターがそれに従って動くだけでしたが、今の AI は自分が言ったことに対してしっかり否定もしてくれます。そういう意味ではチャット GPT の登場でコンピューターがだんだん他者になりだしているとも言えます。 3. のチャット GPT はドラえもんですが、チャット GPT は Google Chrome 拡張機能やモバイルアプリなどを使えば音声入力もできるので、自分の声で操作している人も多いと思います。こういった音声操作を利用して、本書では自分のパソコンでチャット GPT の画面をプロジェクターに投影させながら講演やセミナーを行うような事例も紹介されています。チャット GPT は頭も良くて、
勉強もよくしている天才パートナーであり、音声操作もできるというわけで、私たちが知っている事例で例えれば、猫型ロボットのドラえもんに近づいてきていて、3D として動けないだけで、思考プロセスとしてはもうドラえもんが出来上がりつつあり、チャット GPT の新機能であるカスタムインストラクションズ機能を利用すれば、チャット GPT の会話をドラえもん風にもできます。そういう意味では、誰でも憧れのドラえもんと会話できる。それがチャット GPT と言えます。なお、今回の動画の参考文献、堀江貴文のチャット GPT 大全については、概要欄に書籍のリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。